2022年度年間チャンピオンの有原龍太さんです。ありがとうございます。おめでとうございます。お疲れ様でした、はい、とても辛い1年でしたね。本当ね、はい、僕もですね、広島で有原さんにお声掛けしようかなと思った時に、うん、猛烈に下向いて、なんかもう年間チャンピオンになれるかなれないかのプレッシャーを死ぬほど感じてる有原さんを見て本当にそうだよなって思いながら、しんどかった、あの日はしんどかった、あの日しんどかったですね。もうここ最近もうずっとストレスだったんじゃないですかね、やっぱね。結構どこ行ってもやっぱ年間チャンピオンもう決まった決まったとかって、おめでとうおめでとうみたいなね、言われるから、逆にすげえプレッシャーでした。プレッシャーだったね。でも見事に跳ねのけて年間チャンピオン獲得、よかった本当に、おめでとうございます。ということでですね、ジャパンの年間チャンピオンを取った有原龍太さんの投げ方についてですね、はい、ちょっとお聞きできたらなと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。します。はい、それではまずグリップの方を見せてもらっていいですか。はいはい、はい、こんな感じです、うん、とんでもなくわけわかんないグリップしてますよね、やっぱね。うん、よく言われますね。そうですよね、うん、はい、親指の上に乗っけてる感じですか。そう、乗せてちょっとこう左右からつまんでる感じですか。左右から、こう親指とこう人差し指と中指とこう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 やって、あ、へえ、なるほどね。ちょっと一応挟んでるんだ。そう、挟んでる感覚です。挟んでる感覚なの。はい、へーへーへー、良い子のみんなは真似しないでね結構被害者いるんで投げるときに、はいはい、なんか大事にしてることとかってありますか。投げるときに大事にしてること、技術的なことで。そうですね、技術面。最近あれですね、その今も言ったけど、グリップのこの圧力が、はいはいはい、結構湿気とか乾燥とか、うん、そういうので変わってくるので、うん、このなんか調整を結構今、うん、細かく頑張って調節してる、あ感じですね、はい、僕ごとなんですけど、はいはいはい、なんかやっぱグリップ圧っていうのは抜いた方がいいっていう風にずっと言われ続けたんですけど、最近ちょっと僕、うん、考え方が変わってきて、そのグリップ感、はいはい、要はその一定の圧力はかけなきゃいけないじゃないですか、うん、そう、飛ばすためにはね。そうですよね。だけど握りすぎても良くないと思うから、その絶妙にいいところっていうのを探すっていうのをちょっと意識してるんですよ、うん、はいはい、そういうことですよね。そう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 、だから握りすぎず、握らなすぎてもダメだし、そう、そのちょうどいいそのグリップ感っていうのが毎日違うってことですか。毎日は気候だったりとかで変わります。バレルのなんか例えばいっぱい投げたら結構手汗つくじゃないですか、はいはい、もう毎回こう洗うわけにいかないじゃないですか。まあそうですねだからなんかそういうのでも変わってくるし、その日のやっぱ天気だとか、あ、天気めっちゃ大事です。季節だったりとか、うん、そういうのでのその握ったグリップ感覚が入るイメージを一定化させていくっていうのを、うん、そうですね、こうとにかくやってるって感じですね。これこういう感じだったらこうかなみたいな、はい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 、なるほど、グリップ感ですね。グリップ感は結構大事だと思います。他に何か意識してることはありますか。他に意識してること、何かあるかな最近。あとは、そう、この間野球選手の桑田さんがなんか、はい、なんだっけ、なんか記事をネット上に出してて、それ見たら、はい、なんかリリースポイントがバラバラでも毎回同じところにこうコントロールするみたいな記事があって、おお、はい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 、桑田さんはそういうのができる選手らしいです。はい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 、ちょっとリリースずれてもはいブル行くみたいなイメージですよね。多分野球で行ったらコントロールがいいっていうらしいんです。リリースがバラバラでもコントロールがいいっていう。あ、へえ、なるほど。そうなんで自分も、あ、今のちょっと遅かったけどブル入ったなとか、今の、うん、あ、こういう感じでこうブル入れたんだなとかって、なんかいろんなこう自分のスキルを再確認しながらこう投げたりします。あ、じゃあだからなんだろう、一定に同じように投げようっていう意識は全くないってことですね。もちろん大前提はそうなんですけど、はい、でも絶対にそれはできないんで、100% はできないんで、はいはいはい、そういう時に、こうずれてる時に自分がどういうことをしてるのかなっていうのを今、勉強してる最中です。あ、それはあれですか、要はリリース感覚とかが気持ち悪いとか、うん、なんか入っていない感覚でも入れるっていう、むしろ、うん、あ、そう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 、そういうのに近いです。へぇ、はい、入らない時に、入らない、なんか気持ちよく投げれたら入るじゃないですか。はいはいはい、で要は気持ちよくなくても入るっていうことですか。そう、それに何で入ってるのかっていうのをこう一個一個今やってる。それ気持ち悪く投げた時でも入った投げ方
だとしたら、その気持ち悪、なんで気持ち悪くても入ったのかっていうことですか、うん、そう、そしたらもう気持ち悪い内容足してもある程度こうグルーピングするようになるんで、はい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 、そこを今勉強中というか。へえ、うん、なんか逆に大きく外したのとかって気にならないですか？それはもうめっちゃ気になっちゃいます。あ、だからカバーできない範囲ももちろんあるんで、はいはい、それはやっぱ同じように投げようで、うん、あのなんだ対応するんですけど、うん、そっからその要するにちょっとずれてブル入る、ちょっとずれてブル入るのこのゾーンからこう抜けた時、はいはい、もう絶対ブル入らないところまでこう持っていっちゃった時とかは、はいはい、また別の考え方でいつも通り同じように投げようっていう風に修正します。再現性とかですね。そう、それは再現性、はいはい、再現性も持ちつつ、そう、違う投げ方をしてしまった場合でも、うん、それが入っているのであればなぜ入っているのかっていうのをちゃんと考える、言語化して考えるっていう。そうはすごいですね。ちょっとよくわからないな。わかります？全然聞いてなかったです。相原君喋りながらすごい困った顔してます。表情だけ見てたらなんか苦しい顔してるなって。SA になったきっかけみたいなのってあったりするんですか？ SA になったきっかけ、だいぶ前だな、もう本当十何年前ですね。おお。どうなんだっけな。なんか突如上手くなったとか、こうやって上手くなってったみたいな、その。もう曖昧ですけど、うん、あの結構ストロークのこのあれを変えた気がします。その結構昔は本当昔ですよ、もう十何年前は。はい。すげえこう遠くにこう構えたんですよ。ああ、なるほどなるほど。そう、それでもまあ普通に14、15あったんですけど、はい、これを少し距離短くした状態で投げれるようになったら、うんうんうん、SA に行った気がしますね。16に、まあ、前腕の張りの部分を緩くしたみたいな感覚ですかね。そう、前に行ってる方がやっぱどうしても前腕に力入ってる感ありますもんね。ここら辺、うんうん、はいはい、ここら辺入ってる。それを手前にした、うん、そう、これを少し手前にした。へぇ、この状態から投げるのが最初難しかったんですよね。はいはいはい、届かないみたいな、うん、伸ばしてからこうやって助走をつけないと届かないっていうのが、うん、これをこう短い状態にして投げれるようになったら、あの、まあ、最初届かなかったんですけど慣れたら狙えるようになって届くようになって、まあ言い方変えるとテイクバック短くしたみたいな感じですかね。あ、そうそう、テイクバック短くした。そうですね。プロになったきっかけって何かあるんですか？プロになったきっかけははい、あれですよ、あの仕事嫌になっちゃったからこれ、そうですね、なんかスーパーダンツのインタビューの時に聞きましたね。仕事が嫌になっちゃってそう、仕事嫌になっちゃってプロでも食っていけるんじゃないかって言って、あ、うん、まあまあ、まあ、ざっくり言ったらそうですね、はいはいはい、ざっくり言ったらそうですけど、まあ、まあうん、ちょっと言い方変えましょう、はい、仕事してるよりもダーツしてる方が楽しく、いけると思って、それしましょうそうしていきましょう仕事嫌になっちゃったって言うと社会不適合者みたいになっちゃうからいや、間違いじゃない間違いではないけどもまあでも実際ダーツで食べていけるっていう自信とかそういうなんかがあったから、その仕事を辞めてこれ一本でやっていこうっていう感じですかね。うん、うん、そうですね、後悔しないように、はい、うん、なるほど、はい、2022年、はい、見事年間チャンピオン、はい、おめでとうございます。うん、ありがとうございます。はい、もうですね、2023年の活躍も期待しておりますので、はい、ぜひ頑張ってください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで本日は有原龍太さんでした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。
柔らか